栃木県知事候補者無所属福田富和71歳昭和47年栃木県庁入庁日本大学理工学部卒宇都宮市議会議員栃木県議会議員宇都宮市長現在栃木県知事5期では 福田富一さんの政見放送です県民の皆様この度栃木県知事選挙に立候補いたしました福田富一でございます平成16年私は対話と朝鮮そして県民中心市町村重視の県政を掲げて 栃木県知事に就任し、以来、5期20年間、リーマンショック、東日本大震災、新型コロナウイルス感染症対策と、歴史的な経済危機や大災害など、相次ぐ難問に取り組んでまいりました。不安定な世界情勢を背景とした物価の高騰や、年々激甚化し、頻発する自然災害、少子高齢化、人口減少、そして AI やロボットなど、 先進技術を活用した持続可能な地域社会づくりなど政治が解決すべき課題は山積しております。私にはこれまでの経験を通じて築いてきた国内外の多くの人脈、市、町との強いつながり、そして何より県民の皆様との信頼関係があります。私ならばこの難局を乗り越え、ふるさと栃木を輝かせ、次の世代へと 引き継いでいくことができます。栃木には誇れる地域資源、力強い産業、強度を愛する多くの県民がいます。私は皆さんと力を合わせて、この難問を克服し、人が育ち、地域が生きる、未来に誇れる新たな栃木を創造することをお約束します。その実現のため、未来への投資、共に作る栃木の明日をスローガンに、 五つの柱を掲げました。まず一つ目の柱は、人への投資と少子化トレンドの反転です。学力向上や教育環境の整備を通じた、人への投資を積極的に行い、栃木県人口未来会議や、公立夜間中学などの設置、さらに結婚、妊娠出産、子育てまで、切れ目ない支援による人口減少対策を展開して、 少子化トレンドを反転させ、すべての人が輝く、人づくりの栃木を目指します。二つ目の柱は、女性若者の活躍を全力応援です。G7 男女共同参画女性活躍担当大臣会合の成果を活かし、男女が共に輝ける社会づくりを進めるとともに、栃木若者会議を立ち上げ、地域課題の解決に取り組む若者をサポートするなど、 女性と若者が活躍する栃木を全力で推進します。三つ目の柱は健康安心な栃木の実現です。新型コロナウイルス対策の経験を踏まえ、救急医療提供体制等の充実と強化、合わせて防災・減災対策や暮らしの安全を推進し、カスタマーハラスメント防止条例を制定するなど、健康安心な栃木を実現します。 四つ目の柱は、稼ぐ力を伸ばして、さらなる豊かな県営です。企業のニーズに的確に応じた産業団地を整備し、先端産業の企業誘致、農林業の成長産業化、インバウンドなどの観光誘客に取り組むことで、稼ぐ力を伸ばし、一人一人が豊かさを実感できる、さらなる豊かな土地づくりに取り組みます。五つ目の柱は、 X、トランスフォーメーションによる栃木の未来創造です。デジタル、グリーン、環境、ローカル、地域。この三つの分野で変革を推し進め、持続可能な明日につなげていけるよう、スマートシティの推進、LRT の西側円支援の支援や、公共交通のネットワーク化、次世代太陽電池、ペロブスカイトなど、再生可能エネルギー技術の導入促進、 外来種、獣害対策の推進など、未来創造栃木を実現します。これらを柱として諸、諸施策を推進し、未来に夢と希望を持てる栃木、豊かさと幸せを実感できる栃木を実現してまいります。先の見通しが難しい時代だからこそ、政治にはスピード感を持ち、着実に課題を解決する力が求められます。私はごき20年の経験、 知識、人脈があります。それらを最大限活かしつつ、新たな課題にも適切かつスピーディーに対応してまいります。県民の命と暮らしを守り、何よりふるさとを大事にし、栃木の安定的発展を図り、次の世代に継承していくための未来へつなぐ私の挑戦に、県民の皆様、どうか力をお貸しください。共に、栃木の 輝く未来を作ってまいりましょう。栃木県知事候補者、無所属、福田富和さんの放送でした。